広末涼子ダブル不倫か。過去に別の不倫疑惑も。関東連合の灰皿プレイ、タクシー無賃乗車騒動などの衝撃の真実とは。こんにちは、スコープ芸能です。現在広末涼子さんのダブル不倫が報道され大きな話題となっています。報道によると6月3日の夜、広末さんは都心の高級ホテルにチェックインし、時間差でワイルドな男がホテルに入って逢瀬を楽しんでいたというのです。別の日にもラブラブな雰囲気でいる様子が写真付きで報じられています。2人は現在不倫関係を否定しているという状況です。しかし公式サイトではこの度は広末涼子の週刊誌電子版の報道に関しまして皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。プライベートなことに関しては本人に任せていますが、今回の報道を受けて本人に対して責任を持って行動するように厳重注意をしております。お騒がせして申し訳ございませんでしたと半ば行為を認めるようなコメントを発しています。そしてお相手として報じられたのは有名フレンチレストランシオを経営する人気シェフ鳥羽周作さんです。 SNS では、あの鳥羽周作マジで鳥羽さんなんなどという反応が多いようですが、この方は一体どのような人物なのでしょうか。1978年生まれの鳥羽周作さんはサッカー選手、教員を経て30代になってから料理の世界に飛び込みました。洗練された雰囲気で知られる新宿神楽坂の有名イタリアンや青山のフレンチなどで修行し、2018年オーナーシェフとして現在のシオをオープンさせました。また同店は2020年から4年連続でミシュラン一つ星を獲得している超有名店です。ちなみに現在の広末涼子さんの旦那はキャンドルアーティストのキャンドルジュンさんです。キャンドルアートの第一人者としてキャンドルによる空間演出をはじめ、オブジェの制作からアートディレクション、ウェディング演出まで幅広く手掛けています。広末涼子さんと出会って約7ヶ月となる2010年10月8日に結婚されています。広末さんが前夫である岡澤さんと離婚してから約1年半での再婚でした。キャンドルジュンさんとも第二子が授かったことによるできちゃった婚でした。また広末涼子さんにはお子さんが3人おり、ママ女優としての側面もあります。そして今回の不倫相手と言われる鳥羽周作さん、息子さんが2人いらっしゃるとの噂があります。これが本当にダブル不倫だとしたらとんでもないことですよね。そんな破天荒な広末涼子さんですが、過去にかなり破天荒な噂があります。それは前のご主人が関東連合との関わりがあったことで、広末涼子さんも関東連合とのあれこれが噂されているといった内容です。中でも衝撃的だった灰皿事件です。クリーンなイメージが強い女優の広末涼子さんですが、前のご主人である岡澤隆弘さんは金村隆弘さんという元関東連合で反社会的な人物だった方と子供の頃から仲良しだったのです。ですが金村隆弘さんは集団リンチにあって亡くなっているのです。また広末涼子さんの昔の元彼である俳優の金子健さん、彼もまた関東連合との黒い交際が噂されていたのです。ここまでで関東連合に非常に関わりが強いということがわかりますよね。広末涼子さんは2003年12月15日に岡澤隆弘さんと結婚、2008年に離婚しています。その離婚理由は様々な憶測が出ましたが、仕事や価値観の違いで歩幅を合わせていくことが難しくなったというのが一番の理由のようでした。ですが実は真相は、岡澤隆弘さんが関東連合の関係者との間に金銭トラブルがあったからだと言われているのです。また先述した灰皿事件なのですが、こちらの内容がヤバすぎました。2001年当時、先にも触れましたが、広末涼子さんは金子健さんとの交際がスクープされました。その頃広末涼子さんはドラマできちゃった結婚に主演されていました。その現場で広末涼子さんは遅刻を繰り返したり、タクシーで支払いをしないなどの普通ではない状況がありました。またリハーサル中に携帯電話で大声で話し、共演者を配慮しなかったといいます。なぜそんな気候が起こったのか。実は
広末涼子さんはこの時薬物にも手を出していたのです。そして手持ちの薬物が切れてしまい、我慢できなくなった広末さんは薬物を手に入れるために行きつけのクラブへ向かいました。そして金子健さんはじめ関東連合のメンバーから、薬が欲しければその灰皿に排便しろととんでもない強要をされたのだそうです。しかも広末さんはその要求に従い灰皿に排便をしたというのです。この話は真相は定かではありませんが、ネットではかなり有名な話のようです。これが本当だとしたらイメージが違いすぎて唖然としますよね。広末涼子さんの機構として噂になっているものは他にもあります。西麻布で路上に座り込んでいる姿を写した写真が流出、タクシー代金を無賃乗車、東京都内にる某クラブで朝まで飲んでいた広末さんは 150km 先の千葉にある撮影現場までタクシーで向かいました。しかしその時彼女は財布を持ち合わせていませんでした。結果タクシー運転手に運賃4万円が支払えなかったというものです。しかし結果としてスタッフがしっかり支払ったと言われています。大学に提出するレポートの文面がめちゃくちゃで、なかなか考えられない内容だった、カメラの前でいきなり号泣した、などなどです。さらに今回不倫騒動で世間を賑わしていますが、過去にも不倫が報道されているようです。2014年に女性誌で報じられた佐藤健さんとの不倫疑惑です。双方は交際を否定するも、広末涼子さんが佐藤健さん宅を網タイツ姿で訪れ一夜を明かしたなどと報道されました。その報道は午後8時半ごろ、都内の自宅マンションから広末涼子が出てきた。12センチメートルほどのピンヒールに透け感のあるセクシーな網タイツという装いだ。広末は迎えに来たタクシーに乗り込むと、向かった先は車で15分ほどの高級マンションだった。この夜広末が訪れた部屋の主、それは佐藤健だった。約9時間後の翌朝5時20分ごろ、マンションのエントランスには1台の芸者のタクシーが止まった。それから遅れること10分、佐藤の事務所の車がタクシーの後ろに止まる。それから15分後、正面玄関から慌てた様子で出てきた佐藤はそそくさと迎えに来ていた事務所の車に乗り込み仕事へと出かけていった。その直後、佐藤を乗せた車が見えなくなったことを確認したのか、広末が裏口から身を潜めるように姿を見せ、20分以上待たせたタクシーに乗り彼のマンションを後にするのだったというものです。この件に関しても両者関係を否定しているようですが、実際のところはどうなんでしょうかね。今回のダブル不倫に関しても報道は出たばかり、真相はいかにといったところです。今後の広末涼子さんの動向に注目ですね。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。